わけです。今日もねロサンゼルス空港にいます。今日はねだってほらほらだからああいうふうなところでさ道の真ん中でさ物とかあの下ろすんだぜ。そりゃ混雑するよね。で今日は、火曜日の、23時11時になってんだね。むっちゃくちゃだから混んでんだよなバカみたいに。で今あのこれはあのねコロナ禍終わってからお話はしてるけどもあのすごい時間かかるからねこのプー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 うるせえなってほら喧嘩してるからね今。だからこれ何なんだろうね駐車場増設してるのかな。ずっと前からやってるけどさで私は車を止めたのでもう嫌なのよあのこのもうこのプー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 嫌なのよ。私はこのプー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 嫌いだからさ下からあの車ね駐車して下から降りりゃいいやと思ってるんでもう嫌なのよ。だって平日だぜ。でさ今さもう23時だから夜の11時超えてるのよ。すっげえ人だぜ。なんかねなんか嫌だよね。まあねここのレーンは前お話した通りあのシャトルバスが通るところだったらスイスイなんだけどもあっちはシャトルバスではないわけね。通常の一般のでここは到着ゲートの方なんだけどもすげえでしょ。なんか到着と出発の方はあの空港で分かれるんだけどもそこに至るまでがやっぱりすごいわけよ車だから。これはもういつも言ってるんだけどコロナ禍前の時はコロナ禍中はまだ良かったんだけどもあれだぜあの2時間前に出発して着くなんて思わない方がいいよ。前お話したけどもコロナ禍前なんてもっとひどくて前お話したけどもその会社の人が4時間だなやっぱり4時間くらいかかって予約ところらへんにたどり着いたって言ってるからね。でプー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 ほんとうるせえのよ。それぐらいあの進まないし譲り合いはできないし。でオリンピックの時にアメリカのオリンピックがやる時にその電車を通すらしいんだけどもそれも多分一時的なもんだと思うんだよね。だって治安悪いからオリンピックの最中は治安いいと思うけどね。だからねロサンゼルス空港はねかなりね、コロナ後はねかなり余裕を持って、帰る時来た方がいいよね。もしくはその知ってる人、まあ、知ってる人に一番送ってもらうのが多分一番いいんだろうな。ウーバー捕まらなかったらそれはそれでもう終わりだからね。もうこういうのもうさ今何時11時10分だね。でさこれ身分うんざりするじゃん。もう駐車場を置こうよって私は思うんだけどねその方がすげえ楽じゃん、って思うほど。だから私だったら駐車場を置いて余裕を持って荷物とか入れるけれども前もねこれ動画でお話した通りそれほどまあ余裕を持ってないっていうかねお金をやっぱり今物価もインフレで高くなってるからケチろうとする人もやっぱ世の中多いんだよね。だって23時だぜもう。まあなんでねこういう交通渋滞も起こるわけでございますよ。帰ろう手前にねコロナ禍前1ヶ月に2回くらいは、ね、弟の送り迎えか自分かみたいな感じでロサンゼルス空港来てるっていう感じお話をしたけどまあ再び、ね、コロナ禍も弱まりプライベートとか個人とかでね空港にやっぱり来る頻度が増えたなって感じだよね。でもしねアメリカっていうかロサンゼルスに知り合いがいるんだったらばやっぱり一番いいのは知り合いに送ってもらって知り合いに迎えに来てもらう。私は仕事でウーバー使ってもいいけどもウーバーもほら今円安だからさバカにならないわけよ金額も。だって仮にその、まあ、約40ドルだとして 40×150円だぜ、ね、6000くらいになっちゃうでしょ多分。高えよだからそれだったらまあ知り合いに送ってもらった方が絶対いい。あと迎えに来てもらう、それもパーキングでその方が楽だって。で早めにねこれはコロナ禍前から言ってるけどもやっぱり早めに
あの乗り遅れる人も日本人にいるらしいんでね、そういうことにならないようにねしてください。ちなみにね、駐車場代って多分さっき見たら30分で7ドルかな、1時間超えると9ドルかな。もうたかだかそれぐらいだからさ、止めようよ、楽なんだからさ、そっちの方がなんだかんだ言って。